おーい星野、ここでカメラの位置合ってる？おう、まあその辺じゃね。そういやさ、立ち位置この辺？おう、まあその辺じゃね。じゃあ行きますか。エブリウェンズナイト、ヤッホー。まあ多分大丈夫。まあ、チェックしても俺の家に届くから大丈夫。あ、そっか。あ、なんか書いたもんね、お前。これを持ちます。これマジで。あ、もう9時半のコースは諦めた。まあ、我慢してて。うん。諦めてもいいんじゃねえかって。いいんじゃない？うん。ああ、諦めだったもん。はい、どっちもいいよ。では、旅立ちの時が来ましたね。ですね。皆さん、普通に雪降ってますね。やべ、雪がひどい。なかなかの雪っぷりなんだけど。3月の24日でした、今日。やばいな。これは本日バイトでございます。悲しいな。あれなんかちょっと幻想的になってるな。幻想入りしたら、幻想入りした、幻想入りしたらこっちの世界に。あ、分かんないよ。みんな心の中にあるかもしれない。それが映し出してる雑談ゾンビで、そう、無双化境。じゃあメインストリートに行きましょう。です。あ、ここはちょっと空いてるからやだ。ここちょっと半開きやからやだ。やだってのもあれやけど。あそこはちょっと。これみたい。もしのがポジ開けます。店みたいに開いてきた。結構軽いんだね。はい。うん。続けていきましょう。お、またただのレア。お化けっていうね。あと残り4パック。あ、どんどん行きましょう。今
今のところ狙ってるやつは来ない。来ないんですよね。全然来ない。まあダブルレアの、まあ、悪くはないかな。レアよりはマシ。そうだね。あ、ご飯だ。そろそろなんか。なのでや、でもこれがなんかシールみたいで、あ、なんかまあ意外とダブルレアだからまあまあかな。さあラスト前。あと2つ。大阪じゃ。いやどうだろう、もう来ちゃったからな。ああレア。はい、これがラスト。その時来るのか。盛大なフラグになりそう。これ来ないね。求めてたこれ。マジで。これちょっと待って。これね。これのね、ジェネレーションレアっていう一番いいやつ。まあその上にこのシークレットレアってあるの前にこのあるんだけど。2種類に。そう、元々の入ってるやつの一番いいやつ、これを求めてたんですよ俺は。あ、フラグじゃなかった。フラグじゃなかった、よかった。あ、まあフラグブレーカー、こんな感じで俺も求めてたカードが出たんで、これを買うことはないでしょう多分。なるほど。まあ、ちょっと俺の動画撮れなかったですね。これはね、トリプルレアですね。トリプルレアはこれだね。やっぱかっこいいっていうね。まあな感じでちょっと前回買っ、まあ個人的に買ったやつよりはいい感じかな。最後の最後に来て、そう、最後の最後で来たんで、よかったです。以上。